ここから網浜ファミリアコーナーです。このコーナーでは集合とか国の人たちが自分の国の文化を紹介してきます。第一週目はフィリピンの長井さから中村グレイスと、皆さんこんばんは、ダーリン杉山です。マアヨンガビーサイニョンタナン。皆さんこんばんは、松本よしからです。マアヨンガビー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて皆さん、浜松祭りは楽しかったですか？楽しかった、助かりました。そうですね、ゴールデンウィークはどういうふうに過ごしましたか？私は仕事だったので忙しかったですけど、まあ、来年はどっかに行きたいですね。うん、またですか、外国に。外国行きたいですね。いいですね。はい、フィリピンかな。うん、先月5月16日、17日はフィリピン大使館が浜松に来たんですよね。パスポートリニューアルは本当は東京にあるフィリピン大使館まで行けなくてはいけません。でも、交通費もかかります。仕事も休まなくちゃいけない。それで1年に1回大使館の方が来てくれるサービスがあります。フィリピンの仲居さんはこのサービスを手伝いました。2日でだいたい400人くらいのフィリピン人が来て忙しかったです。パセンシャな様が hindi nakaabot sa quota. Next year, pag nagkaroon ulit tayo ng consular mission, asahan nyo ipaalam kagad namin sa inyo lahat. Lagi lang kong i-check yung aming Pilipino na nga sa Facebook o kaya sa HICE para meron kami doon ano, no, yung tawag na osirase. At saka sa homepage namin sa Pilipino na nga isa. Sa te, 今回のテーマは記念日です。記念日といえばいろいろありますね。ねえ、いっぱいあるね。結婚記念日、母の日、そうだよね、父の日。父の日もうすぐですね、来週ぐらいかな。そうですね。ね、うん、なんかプレゼントある？ああ、それはお楽しみ。お楽しみにね。そしてクリスマスとバレンタインなどたくさんあります。フィリピンにも有名な記念日があります。独立記念日です。独立記念日をタガロコで言うと、アラウナンカラヤン。カラヤアン。カラヤアン。難しいね。フィリピンの場合は6月12日、この日が独立記念日で、全国的に休みです。フィリピンは昔スペインの植民地だった時代があります。1898年6月12日に開放されました。それが1962年。に全国的に休みになりました。June 12, 1898, nakamit natin ang ating kalayaan mula sa Spanish colony at ginawang National Non-Working Day noong June 12, 1962. 5月1日は労働者の日、araw ng mga manggagawa. この日は仕事をしている人たちのために作られたそうです。1903年、マラカニャン宮殿というお城の前にで大きい機械ラリーが行われました。給料や労働時間など仕事の待遇の不満を持った人たちの戦いでした。Ang ating mga ninuno ay nagkaroon ng malaking rally at demonstration sa harap ng Malacanang at pinaglaban ng economic rights, karapatang makatao, oras at trabaho at sweldo. 12月30日は Rizal Day といって、Dr. José Rizal がルネタ公園で銃に撃たれて紹介されてる日です。Dr. José Rizal は国のヒーローです。フィリピンのための改革を望みましたが、フィリピンはスペインの植民地だったので、出帰されました。December 30, Rizal Day, araw ng pagbaril kay Dr. José Rizal sa Luneta Park. Binaril at namatay siya para sa bayan natin. Siya yung author ng Noli Mitang Hire. そうです。これはフィリピンの人たちは全員知ってると思う。学校で習うからこれも勉強でね。教科書も載ってるし。ルネタが一番。なんでルネタパークが、ここがリザル、ドクター・ホゼ・リザルが銃に撃たれた場所です。フィリピン。リザル。リザルパーク、本当はね、リザルパーク。行ったことあります、松本さん。ただ、リザールって名前の通りが、道がたくさんありますね。パークが一番いい、ルネタパーク。4月9日は、ユージャーの日というのもあります。アラオナンカギティガン、第二次世界大戦の時、日本がフィリピンのバタアン半島に侵略しました。この時、たくさんのフィリピン人とアメリカン人の兵士が亡くなりました。その人たちを称えて、ユージャの日と呼んでいます。エイプリル4、
Heroes Day, araw ng mga bayani kung saan inaalala ang mga katapangan ng mga Pilipino sa Second World War sa Bataan. Ito, oh, Matsumoto-san, ano, Filipino, do? Ano, sa Pilipino, kinimbin lang ka. Kinimbin. So, bako de mo. Kako wa ne, mata betsu ni...いろいろ記念日というか学校で作っていて、なんかその学校の設立記念日とか、ああそうですね、ダバオのフェスティバルの日とか、ああそうですね、ありましたね、そういえば、どうダバオの加賀屋湾フェスティバル、いやすごく綺麗ですよ。あのかなりたくさんの方が一緒にこうグループになって衣装も凝ったものを作って、ね、披露するっていうフェスティバルがあって、生徒見に行ってましたけどね、みんないいですね、ダバオで。ダバオが一番いいところと言われたんですけど、ね、行きたいね、行ったことないけど、まあ、まあそれダバオの紹介ダバオの紹介になってすみません。皆さんがいろんなピリピの記念日を紹介しました。ダバオ一番あの近いのは6月12日のなんていう日本語道路独立記念日とエンディペンデンスデイです。でお父さんの日、お父さんの日もですね、多分お父さんの日も日本とフィリピンは一緒だと思います。うん、ただフィリピンの場合お母さんの方が強いもんね。そうなんですか。では皆さんここでいい曲を取りきます。題名はナガカイサ。フィリピンでは有名なエッサ People Power Revolution、 エッサ革命のテーマソングにもなっています。テーマソングのエッサ Revolution on People Power、 皆さん聞いてください。フィリピンのナガイサInformation。Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami ay grupo ng mga Pilipino na tumutulong sa mga kababayan na naninirahan dito sa Hamamatsu. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin o tumawag sa telephone number na sumusunod. Para sa Tagalog, 080-4308-8380. Ulitin ko po, 080-4308-8380. 日本語の方は 090-9175-8380 090-9175-8380。 長江さんのホームページは http://www.filipinonagaisa.org Mga kababayan, nagsimula na po ang aming klase sa Halo-Halo. Every Saturday po ito sa Nambuk Kyodo Center, 1:30 to 3:30. Sa mga kababayan natin, na lalo na sa mga Pilipina may mga anak na bagong dating, maaari niyo pong dalhin sa amin yung inyong anak para suportahan sa pag-aaral. Nandito lang kami every Saturday sa Nambu. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, 毎週土曜日、Halo-Halo Kyoushu yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu.以上、アミハマファミリアコーナーでした。バイバイ。
とさみごさフィリピーの長い